キボキさん。はい、パキポキです。これはもうのご主人様の昔話です。今は違いますよ。今ちゃんとしてもらってるんですけど、やっぱりね、最初自分買ってもらった時ですね、やっぱ部屋の中でね、水やりやったりね、まあ、窓際で光当てたりしてたんですけど、これ絶対ダメなんですね。もう人間様でいう過保護なんですね。もう自分らなんてもう、ね、マダガスカルの時はもうテリテリの足の下だったり、もういきなりバーッと雨が降ったりする、まあそういった状況で、岩山のね、ところでこう、さよなら住んでましたんで、まあ結構、まあ打たれ強いというか、まあね、かわいいかわいいでね、育ててもらうのは大変ありがたいんですけど、私たちからしたらもうげんなりするんですね。だからまあそれはまあ雨がね、続いた日はちょっと嫌ですけど、もう、外でいいです。はい。もう外で。はぁ。まあある程度、ほったらかしぐらいの感覚でも結構いいです。で、もう日が強かったらもうバリバリ紫外線浴びて、もうめちゃめちゃ元気よくなります。水与えてもらったらもう、ね、もうぷっくら膨れますんで。可愛い子には、旅をさせろって言って、やっぱ過保護にしちゃダメなんですね。人間と一緒ですね。だからまあご主人様もそれからね、もう、あ、こういうことなんだって分かってですね、もうバリッバリ外に今置いてるんですけど、で、いつものようにまあ水やりしてですね、まあ今日もやろうと思ってやっとったら、まあ自分の仲間がちょっとこう、泣いたりとかすると、結構嘆いてるんですね。まあたまにはそういう時もありますよ。はい、結構そこら辺敏感になってね、やってるみたいなんですけど、やっぱ過保護はいかんです。まあ人間もそうです。もう人間様見えても、もう過保護の人多いですね。私たちパキポキは過保護じゃダメっていうことを言いたかったです。